はいどうもこんにちは、こんばんは、しゅです。今回は PS5 のワイヤレスヘッドホン、イヤホンの接続方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初に準備するものと注意点について解説していこうと思いますが、そもそも PS5 には Bluetooth 接続を行える設定項目があるので、すでにこちらの設定を試してみた人もいるのではないでしょうか。しかしこの設定はコントローラーやキーボード、マウスなどの入力機器を Bluetooth で接続するときに行う設定となっており、ワイヤレスヘッドホンなどの Bluetooth で接続するオーディオ機器に関しては対応していないので注意が必要です。なので対処法としては、こちらの Bluetooth トランスミッターという機材を購入し、 PS5 に接続して Bluetooth 接続を行う必要があります。この Bluetooth トランスミッターという機材は、接続した機器の音声を Bluetooth で送信できるようにする機能があります。 PS5 のような Bluetooth で音声を送信できない機器に接続してあげると、ワイヤレスヘッドホンで音声を聞くことが可能になるので、必ず準備するようにしてください。ちなみに使用しているワイヤレスヘッドホンによっては、付属品として Bluetooth トランスミッターが付いてくる場合があるので、その時はそちらの付属品を使用してもらえれば OK です。ただ PS5 で Bluetooth トランスミッターやワイヤレスヘッドホンを使用する時の注意点があるのですが、対応しているオーディオコーデックの種類には注意して選んでもらう必要があります。そもそもワイヤレスヘッドホンを使用する場合は、どうしても音声の遅延が出てくるのですが、この音声の遅延に関してはオーディオコーデックという音声の圧縮形式によって変化するようになっています。オーディオコーデックはたくさんの種類がありますが、各コーデックごとの遅延時間の目安についてネット上に参考情報があったので確認してみると、このようになっています。個人的な意見としては、 RPG ゲームのような音声遅延による影響を受けにくいゲームをプレイするのであれば、約 0.1 秒以内の遅延になっていればなんとかプレイできる感じですね。ただ FPS ゲームのような一瞬の反応の差で勝敗が決まるゲームをプレイする場合は、できるだけ遅延時間が少ないオーディオコーデックのものを使用するのがおすすめです。おすすめのものとしては、 APTX-LL、APTX アダプティブ、APTX あたりのオーディオコーデックに対応している Bluetooth トランスミッターを購入するのがいいので検討してみてください。しかしワイヤレスヘッドホンの方も Bluetooth トランスミッターと同じオーディオコーデックに対応しておく必要もあるので、この点にも注意しながら選ばないといけません。もし仮にそれぞれ違うオーディオコーデックのものを使用している場合、 SBC というどの機種でも対応しているオーディオコーデックで接続されてしまいます。SBC は約 0.22 秒という遅延時間が発生するので、まともにゲームプレイができませんし、他のオーディオコーデックと比べると音質も低下してしまうので注意しましょう。ちなみに各オーディオコーデックごとの音質についてもネット上に参考情報があったので、こちらの情報も確認しながら選ぶようにしてください。ちなみにこの動画ではこちらの Bluetooth トランスミッターを使用して解説していきます。箱には PS5 の記載がないですが、実際に PS5 でも動作することを確認しているので安心してください。この製品は APTX-HD、APTX-LL、APTX、SBC といったオーディオコーデックに対応している製品となっており、マイク音声を入力することもできる 3.5mm アナログマイクも付属されています。実際に使用してみて性能面では全く問題なかったですし、接続も簡単だったので、使用しているワイヤレスヘッドホンのオーディオコーデックが一致するのであれば、この製品をお勧めします。説明欄に製品リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。それでは PS5 にワイヤレスヘッドホンやイヤホンを接続する方法を解説していきます。まずは PS5 の電源を入れてホーム画面を表示させておいてください。次に PS5 に Bluetooth トランスミッターを接続します。今回はこちらの製品を使用して解説していきますが、 USB Type-C で接続できるようになっているので、 PS5 の前面にある端子に接続してください。 PS5 に接続できたら自動的にペアリングモードになるので、使用しているワイヤレスヘッドホンやイヤホンをペアリングモードにしてお互いを接続させれば PS5 の音声が聞こえてきます。音量調整を行いたい場合もあると思うので、そのやり方を解説しておくと、まずはホーム画面の右上にある歯車マークの設定を選択します。次にサウンドを選択してください。次に音量の項目の中にヘッドホンという項目があり、ここでヘッドホンの音量を調整できるようになっているので、好きな音量に調整してみてください。また PS ボタンを押してスピーカーマークのサウンドを選択することでも、ヘッドホンの音量を調整できるようになっているので覚えておきましょう。
ちなみにワイヤレスヘッドセットを使用していてマイクも使用したかったりボイスチャットを行いたい人もいると思いますが、それらに関しては別の動画で詳しく解説しているので説明欄の動画リンクからチェックしてみてください。もしかするとワイヤレスヘッドホンやイヤホンから PS5 の音が聞こえないという人もいるかもしれないので対処法を解説していきます。まず確認する項目としては、設定からサウンドを選択し、音声出力の項目の中にある自動で出力機器を切り替えという項目がオフになっていませんか？オフになっていると Bluetooth トランスミッターを接続した時に自動で出力機器の設定が変わらないので、 HDMI 接続しているテレビやモニターから音が出る設定のままになっています。対処法としては出力機器を選択し、 USB ヘッドセットに出力先を変更して PS5 の音声が聞こえることを確認してください。もしくは自動で出力機器を切り替えという項目をオンに変更し、 Bluetooth トランスミッターを再接続し直すと出力機器の項目が自動で切り替わるので PS5 の音声がヘッドホンやイヤホンから聞こえてくるのか確認してみてください。これでも聞こえない場合は設定項目の下の方を確認するとヘッドホンへの出力という項目があります。ここがボイスチャット音声になっていると PS5 の音声が聞こえないので全ての音声に変更して確認してみてください。ワイヤレスヘッドホンやイヤホンを PS5 に接続できて音声が聞こえるようになったのはいいけど、ところどころで音飛びしてしまう人もいるのではないでしょうか。そんな人のために実際に確認してほしい原因と対処法を6つほど解説していくので、もしもの時はこちらを確認して対処してみてください。まず1つ目の原因としてはバッテリーの残量不足という可能性があります。ワイヤレスヘッドホンのバッテリーの残量が減っていると音飛びが発生する場合があるので、しっかりと充電を行ってから確認するようにしてください。次に2つ目の原因としては単なる一時的な不具合の可能性があります。これ以降に解説する原因が元で一時的な不具合が出ている場合もありますが、 Bluetooth トランスミッターとワイヤレスヘッドホンを接続し直すことで症状が改善する場合があるので試してみるのがおすすめです。次に3つ目の原因としては通信距離の可能性があります。 Bluetooth トランスミッターやワイヤレスヘッドホンの使用を確認してみると通信距離が記載されていますが、それ以上の距離で使用すると通信が不安定になって音飛びしてしまうので注意が必要です。対策としては使用している Bluetooth トランスミッターやワイヤレスヘッドホンの製品仕様を確認し、使用できる距離を確認してその範囲内で使用するようにしてください。次に4つ目の原因としては Wi-Fi や家電、他の Bluetooth 機器との電波干渉をしている可能性があります。自宅で Wi-Fi を使用している人もいると思いますが、その電波は 2.4GHz と 5GHz の2種類が存在しており、そのうち 2.4GHz の方は Bluetooth と同じ使用帯域となっています。さらに電子レンジなどの家電でも 2.4GHz の電波が使用されていますし、ワイヤレスヘッドホン以外にも Bluetooth 機器を使用している場合、同じ帯域の電波を使用していることが原因でお互いの電波が干渉し合い音飛びしてしまうので注意が必要です。対策としては PS5 の近くにルーターや家電、他の Bluetooth 機器を近くに置かないようにしてください。次に5つ目の原因としては Bluetooth のバージョンが古いという可能性があります。実は Bluetooth にも様々なバージョンがあるのですが、使用しているワイヤレスヘッドホンの Bluetooth のバージョンが古いと通信速度が遅いので音飛びしてしまうということがあります。対策としては動画作成時点で販売されている Bluetooth トランスミッターは Bluetooth 5.0 以上のものが多いので、少なくとも Bluetooth 5.0 以上のワイヤレスヘッドホンを使用するようにしてください。最後に6つ目の原因としては Bluetooth トランスミッターの故障という可能性があります。実はこの動画を作成するにあたって別の Bluetooth トランスミッターを購入していたのですが、それを使用すると音が途切れてしまったり、音が急に小さくなってしまうなどの症状が出てしまい、様々な対処法を行っても改善しませんでした。なので今回実際に使用して解説した Bluetooth トランスミッターに買い替えてみたところ、何の問題もなく使用することができたので、前に使用していたものは故障していたのかなという結論に至った感じです。自分と同じように様々な対処法を行っても症状が改善しない場合は Bluetooth トランスミッターの故障が考えられるので、返品ができるのであれば返品して新しいものを取り寄せるか、他のものを購入するようにしてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に使用する機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。
もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、Gigatix というサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。説明欄に関連する各リンクを記載しておくので気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。